というわけで前回の続きを前回の続きをやっていこうと思う。さあ頑張っていこう。黒い人を倒していく。そいっす。ちょっとね、前回ねアップして以来一回もやってないっていうねことで、なんとか頑張りたいです。そいっ。でね、この間アンディ・ビショップさんと私言いましたけれども、実はアンドレイ・ビショップさんだったということが、実況者のリナさんという方の、コメントから分かりましたね。リナさんありがとうございます。さあやっていこう。アンドレザ・ジャイアントっていうプロレスラーいましたね。2メーターぐらいある人ですね。その人には似ても似つかんけど、バカロ。よしよし。よしよし。オーケーだ。オーケーだ、いいぞ。いいんじゃないか、普通に勝ったよ。これ何でしょうかね、今のスパークリングワイン的なやつですね、今の。うん、シュワシュワして美味しいという感じでございますが。さあ次はどうなる。大丈夫か。お前もなかなか強くなったな。出ましたね、このハゲチャビンタさん。これ、なんて言ってます？なんじゃとっつってね。わしはな、お前みたいにハゲ取らんのじゃっつってますね。ドーターって聞こえたね。これ、娘さんですね、これ多分ね。このハゲチャビンタさんの娘さん。とりあえずね、このハギチャビンタさんはね、非常に悪そうということで、この後のねストーリーにも、どんどん絡んでくるんじゃないかということが予想されております。君はあれか、天ぷらはエビに決まっとるじゃろ。いや、わしはナスだ。いや、俺はイカだね、みたいなね、感じになっておりますけれども、全く何を喋ってるか分かりません。どうしたらいい。これあんまり長いようだとおじゃんぴになるぞ。俺はナスビが好きだと言ったぞ。私のパパはナスビって言ってるけど、ちょっとね聞こうと思ったけど全く分からない、やっぱりね。どうやらハゲチャビンタさんが、いやーよくわからない。頑張ってあなたは強くなりなさい。じゃないと私のお父さんにぐったぐだのフォッサフォッサにされるわよ。言ってますね。任せておけ。今の聞いたか。お前は頑張ってもっと強くなるんじゃ。言ってますね。何ですかこれ、何ですかこれ、試合ですか。コンティニューをします。 OK、 Let's get ready to rumble みたいなことなかった。赤くない外務事務所属みたいなね感じ。相手は誰ですか。なかなか強そうじゃないの、きっと。よし、頑張っていくぞ。私はアンドレだ。私の名前はアンドレ・ビショップだ。アンドレよけだ、これが。4人いる。いや、危ない。アンドレ・ジャブからのアンドレ・ストレート。バカロ！よっしゃ。どうですか。これボディーブローをどうやって打つかもう忘れている。大丈夫か。これガードはこれだっけ。もうそれぐらい忘れている。よし。どんな問題ってんだい。私の必殺技があるからね。ジャブジャブストレート。あ、バカ野郎。
ジャブジャブストレートを出せなかったせいや。危ない。これボデーボデーをねボデーを狙っていきたい。頭を危ない。頭を狙ってからのボデーのコンビネーションで頑張りたい。これガード忘れてたね。もうこうだね、ガードこうだね、ボデーだ。危ない危ない、ちょっとガード忘れてたよ。大丈夫、どうやら R2 を押しながらパンチを繰り出しますと、強パンチ的な、これね。おい、来た、どうだどうだ、バカタレが、バカロ抱きつくんじゃねえ、私はそういう趣味はないんだ、私はそういう趣味はない。そいそい、オーケーオーケーオーケー、フッフッオッキャーシャッパラシャッパラス、よっしゃブラッシュ、うおー釣ってますね。ナイスショットだ。私の右フックにやられてしまったようですね、みどりさん。オッケー、1ラウンド目が終了だ。なかなかいいパンチだった、お前よくやったね、強くなったねお前ね。嘘だろう、私は強くなったよ。おっさん、そのベレー帽いつ洗うんだい。このベレー帽は、まあいいか。おっと、ここで何でしょうか、パイオツ海底チャンネが出てきましたね。どうもいらっしゃいませ、いらっしゃいませチャンネ。もう負けそうだよ、もう目が見えないって言ってますね。まあいいか、行こう。そう、そいっす。貴様なんざに負けんぞ。ボデーだボデーだ、はあ、ジャブジャブストレート、オッケーオッケー、出ましたね、ジャブジャブストレート出ましたね、お得意の。だからそんな趣味はないってする。はいっす、はいっす、はいっす。オッケー、いいか。うらっ、うらっ、うらっ。ナイスパンチだ。私のパンチにやられてしまったね、ミドル君。立てるのかい立てないのかい、おいおい、どっちなんだい、おい立てない、 OK、 勝ったエイドリアン、エイドリアンだ。いいですね、勝ちました、無事勝利でございます。でここでもうちょっとやろうかね。勝っちゃったね、勝っちゃった勝っちゃった、アンドレイビショップさんですからね、よろしくお願いしますよ。ロードが長い、ロードが長い。ここでですね、臨時ニュースをお伝えいたします。このアンドレイ・ビショップさんという人ですね、これ緑色の、なんか変な人と戦いまして、どうやら無事勝ったようですね、これ嬉しそうですね、なんつってね、まあ、臨時ニュースとはいうものですね、これもうネタがもうこれぐらいないので、続きましてはこちらの VTR を見ていただきたいと思います。それではこちらの VTR どうぞ。まだブリチャイルが、用意できない、そうですか、わかりました。それでは私のですね、超絶的な、これ VTR 来ましたね、来ましたね、このなんか、でっかい白人さんが、勝利をしたようです、よし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 、よしよし、まあまあね、ここでなんかちょっとなんか、これ練習ですね、これ多分ね、うん、ここでまあ切りましょうかね。じゃあ一回ね。まあ、10分ぐらいになりましたんでね。ちょっと一回切ろうと思います。それでは次の、なんて言うんだ、それではまた次の動画で、お会いしましょう。さようなら。